男性はこんな女性のことを自然に可愛いと思ってしまうんです。こんにちは、大川健二です。このチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスすることで恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています。動画はほぼ毎日更新しています。最新の動画を見逃さないためにもチャンネルの登録をよろしくお願いします。また僕への個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションまでお越しください。男性が女性を可愛いと思うのはどんな時なのか。もちろん男性によってね、好き嫌いとか好みのタイプっていうのがあるから、こういう洋服をね着てる子が可愛いとか、こういう容姿の子が可愛いとかね、こういう性格の人がとかっていうのはいろいろあるんだけども、まあ、ここではそういう細かい話はちょっと横に置いといて、男はね本能的に自然にこういう女性の姿を見ると可愛いと思ってしまうよねという、その特徴を6つご紹介をしていこうと思います。ただまあ可愛いと思った先にね、それがいざ恋愛感情という好きか嫌いかっていう話に結びついていくかどうかっていうのは、まあ、ここでの議論ではないので、まあ彼をねさらにそこから好きという気持ちにさせたいという場合については、まあ、ここでねこういうお話を差し上げているので、まあ、こちらをご覧になっていただいた方がいいかなと思います。彼の気持ちをね完全にこう恋愛感情を抱かせるにはという話、こちらに画像が出ていて、こちらに、リンクが出ています。まあ、ここではこう恋愛感情云々という以前に、まずこう女性としてね、男性から見た時に可愛いねっていうふうに思われる女性には、まあ、大概こういう特徴ってあるよね、そして大体こういう瞬間だよねというような話です。とはいえね、まあ、ここで言ってる話は全てのケースに当てはまるかというとそういうことでもないので、個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションの方にお越しいただければ、あなたの状況や環境、そして心の状態なんかをお伺いさせていただきながら、より実践的なアドバイスをさせていただいたり、問題解決が必要であれば問題解決のためのお手伝いをさせていただくこともできます。下の概要欄、説明欄の方にリンクが出てますので、そちらから飛んでいただくとか、こちらの方にも同様のリンクが出ています。こちらの方から飛んでいただいて、ホームページの方からご希望の日時でお申し込みくださいませ。ということで、今日は男性が自然にね可愛いなと思ってしまう女性の特徴、またこんな場面という話で6ついきたいと思いますが、そのうちの1つ目はこちらです。はい、一生懸命な女性なんですよね。一生懸命というのは、まあ、力を尽くすとかね、まあ、ひたむきとか、またいろんな言い方があると思うんですけど、頑張ってらっしゃる方ってね、他人から見た時にもやっぱり思うところってねあるじゃないですか。心揺さぶられる何かってね、頑張ってる人を見ればみんな思うと思うんですよね。ただこの心の揺さぶられ方っていうのはね、男性女性で若干違いがあって、個人差はあるんだけども、男性が頑張ってる姿を見るとね、女性はどう思うかっていうと、まあ、そこに力強さとか、まあ、頼りがいとかね、まあ、そういった割とこう男性性を強く感じることが多かったりするんだけども、まあ、男性の場合はね、こう女性が頑張ってる姿を見ると応援したくなるんですよね。応援したくなりながら、単にね、応援っていうのは外から頑張れっていうだけじゃなくて、やっぱり自分が力になりたいな、力になるというのはどういうことかというと、ちょっと上から目線なんですよね。ちょっと上から応援してあげるぜ俺みたいな、そういう気持ちになれるから、そういうね、つまりまあお相手を下に見てっていうわけじゃないんだろうけど、ポジション的には相対的に自分を上に置くことができるので、なんとなくねこう可愛いというふうに思える。だからそういう余裕をね自分が抱ける相手に対しては、まあ、可愛いというふうに思うことがあるよねと。なのでまあ別にあなたがね何かものすごく大きなことを成し遂げなきゃいけないということではなくて、そのために力を尽くさなければいけないということでもなくね、まあちょっとこう重い段ボールをね一生懸命こう運んでるとか、まあ何でしょうね、こう仕事に対してちょっと覚えなければいけないことを一生懸命ね勉強してるとか、まあ車の運転とかね慣れないけどこう頑張って覚えようと思って一生懸命やってる姿とかっていうのを彼に見せつけてあげるとですね、まあ、男性は、まあ、彼も含めてね、男性はそのあなたの姿を見て可愛いねっていうふうに思うことがあるし、その可愛いがねさらに発展していきながら、今度はね、守っていきたいっていうような欲求に変わっていくと。まあ、そんなあなたのことをね守りたいというお話は先日こんな動画でもご紹介差し上げました。こちらに画像が出ていて、こちらにリンクが出てるんでね、まあ、ここからご覧になっていただければいいんだけども、やっぱりちょっと自分がね上でまあマウント取れるお相手だからこそ、力になりたいがさらにねこうあなたのことを守りたいというような欲求にも変わっていくこともあるので、まずこう一生懸命な姿をね見せられると男の人はそれだけでいや可愛いなというふうに思うことがありますというお話でした。さあそして2番目ですね。はい、まあ1番目の発展系なんですけども、やっぱりね頼ってくれる人なんですよね。
頼ってくれるっていうのは、まあ、力を貸してほしいということもそうだし、まあ、これもねいつもこの動画の中で言っているように教えてほしいっていうことでもそうなんですが、やっぱり頼られるとね男の人はそれだけでこう自分が相対的に上に上がった気になっちゃうんですよね。全然上がってないんだけど本当はね。ただやっぱりこう下から来られるんでね力貸してくださいって言われたら何そうなん俺の力は必要なわけっていうね、ちょっと上から目線になれる、そうすることによってマウント取ってるお相手に対してはやっぱりね可愛いというふうに思うんですよね。それは、まあ男性女性に限らずねやっぱりこう何かこうお願いをされた時にその人の力になってあげたいなってよっぽどねお相手の関係ぐちゃぐちゃになってなければそう思ったりするじゃないですか、だからそういう意味ではこうねまあこれもあるあるかもしれないけど、会社でね、まあなぜかこう上の方の人に好かれるような人とか特に若い子でね、なぜかこう管理職の人に好かれるような愛されるような人っていうのはいつもいつもこうね部長これちょっと教えてほしいんですけどとか、ね、課長これちょっと聞きたいんですけどみたいなこれちょっとお願いしたいんですけどみたいなね、先輩これなんかやってほしいんですけどみたいな必ずこう頼ってお願いをしに行ったり聞きに行ったりしますよね。それがね男の人から見た時にはすごく可愛く見えてしまうんですよね。まあ同じね女の人から見るとうわあざとい女だというふうに思うかもしれないけど、まあ男の人ってね、まあ僕も含めて大概アホなんでね、まあそのぐらいのことでね、可愛いというふうに思ってコロッと言ってしまうと、まあそんなお話でした。さあそして3番目です。はい、人間性がね、分かった時にやっぱり可愛いというふうに思う、まあ、人間性が分かるっていう言い方もちょっと良くないかも良くないかな、別の言い方をするとまあ意外性がねあるというか、また安心感が生まれるとか、人間性が分かるってつまりどういうことかっていうとやっぱりその人の今まで見えていたものと違うものが見えたりするわけじゃないですか。その違うものが見えた時にねやっぱり新しい発見によるドキドキ感とかまたいろんなことが分かっていくことによる安心感とか信頼っていうところに結びついていくんですよね、だから自分のことを話をしてくれる人っていうのは誰でもねそれは男も女もそうなんだけどやっぱりみんな好きですよ。そして、自分にね自分の人間性を見せてくれるっていうことは自分に対してやっぱりこう警戒心を解いてくれてるっていうわけだから自分のことをやっぱり信頼してるっていうふうに、ね、思うんですよね。だからこそその人のことを可愛いと思うし、まあ、こちらもね、やっぱりそう思ってくれるこの人に対して自分の気持ちをちゃんとお示しをしたいなというふうに、思う。一方でね、まあ、自分の気持ちを言いませんとか私がどんな人間かは言いませんみたいなねあそれはちょっとあんまり言いたくないですねとかあそれはちょっと無理ですみたいなことでシャッターガラガラって閉められたりとかね、まあやっぱりこう見えてる表面というか表面的な部分でしか評価できないと、まあ、人は相手は誰であれねどんなに若くて可愛い子でもどんなにイケメンでいい男の金持ちだとしてもさその一面しか見えないような人だとやっぱり警戒するじゃないですか相手はどんな人であれね、だからやっぱり人間性がね分かっていった時に初めて可愛いというふうにこう素直に思えるような感覚が生まれてくるので、これもね、このチャンネルの中では本当に再三言ってる話なんですけどやっぱりね心のシャッターを開けて誰にまあ、お相手に対してちゃんとね自分のことをお見せになった方がお相手から可愛いと思われることが多いですよね。これは男もそうだし女もそうで、これは人間関係とかねすごくベーシックな基本的なところなので、そういう意味では、人間性をね分からせてあげるとあなたのパーソナリティをね彼に伝えてあげると彼はそうされるほどにあなたのことを可愛いというふうに思うようになるというお話です。さあそして4番目はこちらですね。はい、女性性を感じる時なんですよね。男性は、同性愛ではなくてね異性愛という前提の男性であれば基本的にはね女性はみんな好きなんです、お前はどうなんだって聞かれたら、まあ、僕もね女性は好きです、ただじゃあいつでもねあなたのことを女性と思って見ているかというと残念ながらねそうじゃないことの方が多いんです。若い頃だったらね10代とかだったらそういうこともあるんでしょうけど、まあ、そこそこね大人になってそこそこ、社会的な立ち位置ってみんなはあるわけですよ。彼もあるし僕もあるしあなたもあるわけですよね。でその中でみんな会話をしてるからみんなね女性であるかどうかっていうよりも、まあ、会社の同僚であるとかねお友達であるとか、まあ街ですれ違ったね、赤の他人だとしても、まあ、街行く人っていう人っていうところでお相手を見てるんですよね。だから可愛いかどうかっていうよりは、人としてねどうかっていうふうに見られることが多い。だからそこでねあえて女性性をアピールすることによってあこの人女性だったんだと思わせると男性はね、それだけで
好きになるんですね。好きになるというか、まあ、可愛いと思うというか、まあ、女性は総じてね、やっぱり男性に比べて体格もね、細いし、まあ、そうじゃない方もいるかもしれないけど、まあ、力もね、やっぱり男性から弱いから、男性からしてみると女性はね、やっぱり庇護する生き物なんですよね。だから庇護するというのはイコールやっぱり自分の力が必要で、さっきも言ったように自分がマウント取れるお相手なんで、それだけで可愛いというふうに思うことがある。同じような話はね、こんな話、男性の性欲が高まる時もね、同じような仕組みだっていう話はこういうお話の中でご紹介させていただきました。こちらに画像が出ていて、こちらにリンクが出ているので、まあ、この話もねちょっと面白いんで後で見ていただきたいんですけど、男性はねいつでもこう女性をね女性として見ているかとか、女性を性の対象として見ているかっていうと、そうじゃなくて女性だと気づいた時にそう思うんですよね。女性なんだっていうことが分かった時にスイッチがポーンと入る。だから、女性だというふうに気づかせてあげてくださいと。まあそのためにはね、まあ何でしょうね、こう体の線の細さがやっぱり男性と比べてね違うんだっていうところとか、まあ振る舞いとか、まあ言葉遣いとかね、些細なことでもいいんです。まあそのためのまあ、テクニック論めいた話もね、このチャンネルの中では随分ご紹介差し上げてるんで、チャンネル登録していただいてね、まあ、どうか見ていただければその話出てくるんだけど、まずは女性ですよ、私ね、あの同僚だけど女性だからねとかね、友達だけどほら女だからっていうことを分からせてあげた瞬間に、あ、可愛いじゃないか、女性だったんだというふうに、まあ、ごくごく自然に思うことがあるので、まあ、そんなこともね、うまくアピールしてあげていただくといいのかもしれません。さあ、そして5番目いきましょう。はい、笑顔でいることなんですよね。もう笑顔はさ、これはみんなそうなんですけど、笑顔でいる人を見て、嫌なやつだなって思う人ってあんまりいないじゃないですか。もう実際に付き合ってみてね、嫌なやつだなって思うことあるかもしれないけどさ、でもそれにしたってやっぱり笑顔でいる人を憎々しいなっていうふうに思うことってね、よっぽど自分の親の敵とかあったら話別だけど、そうじゃなければ、まあ、大概ねやっぱり笑顔でいる人と一緒にいたら気分いいし、また笑顔でいる人を見てね、やっぱり相手もつられて笑顔になったりするじゃないですか。そして男性から見た時にやっぱり女性の笑顔っていうのはやっぱりすごくすごくすごくねやっぱり魅力的であるので、その笑顔を見てね可愛いとね思わない人はいないんですね。もちろんそれが恋愛感情に発展するかどうかっていう話はまた別の議論としてあるんだけど、笑顔はねやっぱり他人を幸せにする、そして自分も幸せにする、そして、他人をね受け入れてますよ、私はあなたの敵じゃないですよっていうことをやっぱりお示しするサインでもあるわけだから、そこでねあなたに対する警戒心が解ける、人となりが分かる、女性性に気づかされる、だからあ可愛いなっていうふうに思うんですね。しかも笑顔になるのにさ、そんなにね努力や苦労はいらないんですね。しかもなんとなんとお金もかかんないんですよね。しかもすぐできるっていうね、やれよっていう、まあそれだけの話なんだけど、まあ笑顔でいた方が可愛いと思われますよね。笑顔でいてね、また嫌なやつだっていうふうに思われることもないし、むしろ眉間にしわ寄せてあーんとか言ってる人の方がよっぽど面倒くせえなっていうふうに思われるだけだから、ね、まあキリッとするね、まあそんな表情のねキリッとしたあなたも好きだけど、笑顔のあなたの方がもっとね、好きだし、みんなあなたのことが好きになるんでね、また可愛いと思うから、まあ笑顔になるといいんじゃないですかというお話でした。さあ、そして最後6番目はこちらです。はい、幸せをね、実感している時のあなたを見て、可愛いと思うっていうのは、まあこれは当たり前の話ではある。さっきのね、こう眉間にしわ寄せてという時よりは、まあやっぱりあなたがね、何か幸せを感じていたりとか喜びを感じている姿を見て、それはやっぱり男性から見た時に、ね、やっぱり応援したいなと思う思いだけじゃなくて、やっぱりあなたが幸せになっていて満たされている表情を見たら、それはやっぱり可愛いなっていうふうには思いますよ。それも別にそんなにさ、でっかい幸せじゃなくてもいいんですよね。わ、今日のご飯は本当うまいわと思ってね、ご飯食べてるあなたの姿とかね、また運ばれてきたビールジョッキ一杯目を飲んでさ、いやうますぎるわってね、言ってるあなたの姿とか、やっぱり見ててさ、普通にあ可愛いわっていう風にやっぱり思うのでね、まあお風呂入ってね、湯上がりでボケっとして、その後ねヤクルトとか飲みながらうわ超楽みたいな姿とか見てると、あなたの天使もねあなたの彼も可愛いと思うんで、あなたもね、例えば彼が幸せになってたりとか幸せな姿を、見ていればね、彼が美味しそうにご飯食べたりしてるの見ればさ、なんかあなたもね幸せな気分になったりとか、まあ、ある意味可愛いとは思わない、まあ、小汚いおっさんがねご飯食っててもでも幸せそうな顔してたらさ、ね、あなたもなんかちょっと幸せな気分になったりとか、なんか一緒にいてよかったなって思ったりするじゃないですか。
だからやっぱり人が幸せな姿を見てると周りにもね幸せな気持ちをねやっぱりこう、まあ、分かち合うっていう言い方も良くないか、まあ、そういう雰囲気って広がっていくんで、ぜひねやっぱりあなたが幸せでいられるような自分自身でねそういう環境に身を置いたりそういう努力をしながらまた自分の幸せでいるところをやっぱりお相手にね見せてあげるっていうことを、まあ、心がけた方がいいんじゃないですか。これもさっきの話じゃないけど眉間にさしわ寄せてねあいつが悪いこいつが悪い世の中が悪いとか会社の上司はどうだとかね近所のママ友がどうとかみたいな話をさうわーうわーとか言ってたらまあ、あんまりね幸せそうじゃないね姿を自分で見せて、私はなんて不幸なんでしょうね、私はこの世で一番不幸を背負った女ですみたいなことを言われてでも近寄りたくないからね、まあ、そのあたりは、そうお気をつけた方がいいんじゃないですかというお話でした。さあということで、ざざっと6項目をご紹介を差し上げました。まあ可愛いと思うっていうお話も差し上げましたけど基本的にはただまあこういう人とね、一緒にいればそれは感じ方は違うと思います。女性もねやっぱりこういう男の人を可愛いと思うかっていうと可愛いとは思わないかもしれないけどまあでもこういう人と一緒にいればね心地いいとは思うじゃないですか。またこういう人とは別に仲良くなることに対してネガティブな印象ってないですよね。ただ男性の場合はねこれが割とこう可愛いという感情に、まあ変わっていきやすいというそういう印象を持ちやすいのでまたあなたがね、その人とお付き合いをしたいかどうかとかその人を好きかどうかは別にしても可愛いと思われることで、まあ、損になることとかね、まあ、愛される自分でいることでマイナスになることもないのでまたね、大事なことはこういう自分でいることが結果的にねやっぱり幸せでいたり笑顔でいたりとか、また自分のことをねちゃんと話ができたり誰かに頼れるあなた自身が一番結果的に幸せになったりするわけだから、まあ、そんなところをね考えながら、参考になるようであればね参考にしてみてください。現場からは以上です。